アンゴラ、シュトルワンダ出身のバスケットボール選手。ポジションは C、PF。2008年に国内リーグでプロデビュー。2011年の NBA 選手を目指すために渡米し、テキサス州のサウスプレーン短大に入学。短大リーグの優勝を経験した後、2013年にラリー・ブラウンがヘッドコーチを務めていた南メソジスト大学に編入した。 2014から15シーズンは NCWA トーナメントに出場し UCLA と対戦。所属する AAC のセカンドチームなどに選出されるなど充実したシーズンを送ったものの2015年の NBA ドラフトでは指名外に終わった。その後同年夏の NBA サマーリーグではロサンゼルスクリッパーズの一員として参加するも9月に左足を骨折。 結局トレーニングキャンプ契約も結ぶこともできず、11月にフランスで再デビューとなった。2016年夏の NBA サマーリーグはトロントラプターズの一員として参加。8月11日にトレーニングキャンプに関する契約を結び、開幕ロースター入りを目指したが、シーズン開幕前に解雇され、10月30日に参加のラプターズ905に送られ、 NBA 入りを目指すことになった。2008年にエジプトで開催されたファイバをマイナス18アフリカ選手権でユース世代の代表に招集され、準優勝を経験。2014年フィババスケットボールワールドカップでフル代表を果たした。ありがとうございます。